岡公演の振り替え公演は現状予定はございませんとした上で、福岡公演を楽しみにされていたお客様には多大なるご迷惑をおかけしますことを深くお詫び申し上げますと謝罪した。中村もブログを更新。剥離骨折後強い痛みがあり、できるだけのケアをしながら12公演なんとか演奏を続け、福岡公演に備えてきましたが、ついに満足な演奏ができない状態となりました。ツアー終了後まで放置しておくと将来腕の稼働範囲が限られ、演奏に支障をきたすということで、年末年始中に手術を決心。とはいえ状態が急に悪化し、また私の判断の遅れからライブ直前のキャンセルとなり、皆様に大きな迷惑をおかけしてしまいますと記した。延期も検討してもらいましたが、もろもろ条件が整わず誠に無念でありますが、福岡公演は中止となりますとした上で、今まさに会場に向かう途中の皆様はじめ、ツアー発表以来この公演のために長い間大変な手間をかけてくださっているお客様に、関係者スタッフ皆様、ツアーを応援してくださっているスポンサー皆様に、心から深くお詫び申し上げますと謝罪した。